どうなってる？俺の体。かなり機械化が進んでますね。もはや体内の 90% は機械に変わってしまっています。 90%？ おい、本当かよ。この測定器は健一君のために私が開発したものです。間違いありません。言いにくいのですが、このままでは最悪の場合、今日中にも全身が機械化してしまうと思われます。今日中？言いにくいとか言いながら結構きっぱり言ってくれるよな。科学は非常ですから。気にすんなよ、健一。そうよ、元気出して健一君。今日あたり物質復元装置の2号機が完成するんだろ。失敗しなくても人間に戻れるって。装置が間に合えばいいのですが。間に合えばか。あくそわり、力が強くなってることを忘れてた。成功です。性能効果とも機械化帝国に破壊された1号機をはるかにしのぎます。人間の子供一人ぐらいなら確実に元の体に戻せますよ。よし、これで健一君を元の体に戻せるわけだ。そして機械化された太陽系の全惑星もな。ですが長官、装置をここに置いておくとまた機械化帝国に襲われる可能性があるのではないでしょうか。そんなことは言われんでも分かってる。装置をここから極秘に運び出し、健一君を元の体に戻した後、防衛隊の秘密基地に移動する。どうじゃ、完璧な作戦じゃろうが。はい。人間どもめ、証拠にもなくつまらぬものを作りよって、放っておいては我々がまた機械神様のお叱りを受けることになる。今度こそ我ら全員で、あの装置を徹底的に破壊するのだ。二度と作れぬようにだ。しょげてんの？元気出しなよ。ああ、なあ、ん？体の 90% が機械になってても、それでもやっぱり俺は俺なのかな。当たり前じゃない。 90% だろうが 99.999% だろうが、健一は健一だよ。みんなそう思ってるし、私だってそうだよ。本当か？もしもだよ、姿が人間に見えないぐらい変わったって、それでも健一らしさが残ってれば、健一は健一だって思うよ。俺らしさが。最近俺って寝坊も遅刻もしないし、授業中に居眠りもしなくなったしな。それでも俺ってまだ峰崎健一なのかな。自分でそんなこと言ってどうすんのさ。わからないんだ、本当に自分が自分なのか俺わからないんだ。なんだろう、あのトラック。長官だ。あ、ってことは、長官！しっ、静かにせんか。どうしたんですか、その格好。もしかして物質復元装置が完成したの？そうじゃ、さぞ君が待ちかねているだろうと思って、こうして変装までして持ってきてやったんだぞ。防衛隊も結構サービスいいじゃん。あー、サンキュー長官。さてと、校舎のどこかに装置をセットしたいのだがな。え、どうして？そんな手間かけてないでさ、今この場でパパパッと人間に戻すことってできないのかよ。バカを言うな。
んな目立つところでできるか。機械化帝国に見つかったらどうする。そのためにも校舎の中に運び込む必要があるんだよ。その通り。でも装置を運び込めるような場所なんてあるかな。そうだ、あそこがあるじゃん。あ、こっちこっち。なんの騒ぎですかこれは。校長先生、しばらくの間ご辛抱願います。装置を完全に作動させるためしばらくこの場を使わせていただきますぞ。ちょっと待ちなさい。私には何のことだかさっぱりや。やれやれ、これでやっと人間に戻れる。やれやれって言いたいのはこっちだぜ。ほんと、あんたのおかげでクラスのムード思いっきり暗くなってたんだからね。わかってるわかってる、お騒がせいたしました。いいかね、我が防衛隊の力によって元の体に戻れるのだということを忘れないように。ああ、もう分かったから早く装置を作動してくれよ。まだ準備が終わっとらん、慌てるな。なんだ。ああ、機械化帝国の四天王だ。やだ、こっちに来る。まさかここがゴーザウラの基地だってバレたんじゃ。いや、奴らの狙いはこの物質復元装置だ。もう見つかってしまうとは。みんな早く外へ。慌てると怪我するぞ。落ち着いて順番に。来た。弥生先生、早く。はい。効かない。引け、大隊だ。来た来たよ、こっちに向かってくる。長官、早く装置を動かしてケイチを元に戻してください。無茶言うな、準備にはもう少し時間がかかるんじゃ。どうする、このままじゃ装置が奴らに壊されちゃうぞ。どうするもこうするもあるか。早くゴーザウラーを出動させてくれ。ダメよ、今発進したら敵にここがゴーザウラーの基地だってことが分かっちゃう。よし、俺が行く。ケイチ、あいつらとやり合えるのは俺だけだ。なんとかあいつらを学校から引き離すから、その間にゴーザウラを発進させてくれ。待って、ケイチ、無茶よ。相手は四天王なのよ。4対1なんてかないっこないわ。分かってるよ、でも奴らの目を引くことぐらいならできる。心配すんなって、うまくやるさ。ケイチ、ここから先は通行止めだ。うわあ、さあかかってこい。お前らなんだ、この俺一人でまとめてぶっ倒してやら。いよったな、機械化光線を浴びながら機械神様に逆らう愚か者が。一人で我々を相手にしようとは見くびられたものだ。たっぷり後悔してもらうの。いかん、捕まった。みんなゴーザウラを発進させよう。ケイチを助けなきゃ。でも今発進したらここがゴーザウラの基地だってバレちゃうぞ。ケイチの命には変えられないよ。よし、決まりね、出動よ。このまま握りつぶしてくれる。行くわよ、みんな。おう、ザウラーズ出動。何だ、発進するなんて。これは
これはとんだ収穫ですね。物質復元装置を破壊するより前にやるべきことができたようだ。ザウラーフォーメーション。あいつらに学校のことバレちまったじゃねえか。ケンイチ君を救うためには仕方がないとザウラーズ全員の一致した意見だったんです。みんな甘いな。さあ一刻も早く合体してください。よーし、熱血合体行くぞ。そろそろ我々も本気を出すか。生ぬるい戦いには飽き飽きした。四天王究極合体。やつら合体もできるのか。油断するな、ケンイチ。分かってるぜ。ゴーザウラーよ、機械化帝国の真の恐ろしさ今こそ見せてくれるぞ。そりゃこっちのセリフだぜ。ケンイチ、どうした。ケンイチ痛い。体が焼けるように痛い。ケンイチ、これは大変です。機械化の最終段階が始まったんです。すぐに物質復元装置にかからなければケンイチ君は 100% 機械化してしまいます。こんな時に。大丈夫だケンイチ、あとは俺たちに任せろ。操縦は私がやるから、さあ早く。ケンイチ、しっかりしろケンイチ。復元装置に運べ、急げ。キングゴーザウラ、挨拶代わりだ、受けるがいい。なんて破壊力だ。気をつけてください。これは今までの敵とはレベルが違うようです。そんな技が通用すると思うか。まだ始められんのか。もうすぐです、待ってください。急いでくれ、早く俺も戦いに戻らなくちゃ。こうなったら一か八かです。しのぶさん、ザウラーキングフィニッシュを決めてください。もう相手はこれまでにない強敵です。ダメージを受けないうちにこちらの必殺技を使う以外に方法はありません。まだかよ長官。分かっとる、もう少し待ってくれ。キングブレード。そんな剣で我が装甲を貫けると思うか。キングゴーザウラ長官、なんとかならないんですか。いつもながら我が身の無力が情けない。
シノブさん、早く振り払ってください。このままではキングゴーザウラーの頭が握りつぶされます。もうとっくにパワー全開よ、ケイジ。ケイジ、いてー、体がいてーよー。ケイジ、ケイジくん。シノブ、シノブ、みんな今行くぞ。ケイジくん、行くな。ケイジ、元の体に戻れなくてもいいのか。ビクともしねえ。こうなったら中から壊してやる。すげえ力だ。機械にされたこのパワーで暴れてやる。こいつ何をするか。あ、装甲が吹き飛んだ。ケイチだ。ケイチが中のメカを壊してるのよ。急がねえと頭ん中まで機械化しちまうぜ。ケイチくん、やめろ、無茶はよせ。バカケイチ、どうして戻ってきたの。早く復元装置に戻って。なほど、後だ。それよりこの場所にもう一度キングフィニッシュを決めるんだ。なんですって。そうか、あそこは内部からの爆発で装甲が弱くなっている。もしかしたらキングフィニッシュが通用するかもしれない。分かったら早くやるんだ。キッド君、ヨウジ君、行くわよ。キングブレード。しまった。今一歩のところだったのに。ゴブザウラ、この借りは必ず返すぞ。ケイチ、ケイチ、ケイチ。バカ、なんでおとなしく元の体に戻らなかったの。お前言ってたじゃねえか、俺が俺らしさを失わない限り俺は峰崎ケイチだってよ。あそこで飛び出さなかったら俺が俺じ�なくなっちまうと思ったのさ。そうだろ。そうだね。そういうバカなとこ本当ケンイチらしいよ。ケンイチ、しっかりして。ケンイチ、まだ間に合うかもしれません。急いでケンイチ君を復元装置で元に戻しましょう。うん。俺の俺らしいとこなんだよな、忍。バカ。これで一安心です。ええ、よかった。本当によかった。まったく大したやつだ。空前絶後の大ピンチ。
またまた機械化帝国の四天王が襲ってきて俺たちの学校を機械化しちまった。もうゴーザウラーは発信できねえ。俺たちザウラーズはもう戦えねえんだ。だけど最後まで諦めるもんか。みんなでゴーザウラーを復活させるんだ。次回、熱血最強ゴーザウラー、ザウラーズ最大の弱点、全員まとめて発進。